ワザペ YouTube のソーシャです。ということで本日なんですが、まあ、先週ぐらいになるんですが、この動画をですね出したんですが、 ZOZO タウンのセールでスニーカーを1足買ったんですよ。で今回はですねその1足を紹介したいなと思います。一応動画説明欄の方にですねその時の動画のリンクを貼っておりますので、まだ見てないという方がいらっしゃればですね、ぜひこちらもご覧いただければなと思います。はい、ということで質問コーナーでございます。今回もですね YouTube のコメント欄から3つ質問を回答していきます。まず一つ目ですね、ソンさんいつも、つけている指は教えてください。中指につけてるやつかなって思うんですけども、クロムハーツの指輪ですね。あんまりこうクロムハーツとかそういうシルバー系をそんなにいっぱい僕はつけないんですけど、まあここにだけクロムハーツがいます。はい、続きまして2問目、次はどんな髪型にしますか。まあ、次もですね前回と同じでブレイズ&ビーズにしようかなとは思っています。ただあれですね、月1とか2ヶ月に1回ぐらいですね、編み直しに行かないといけないので、まあ、今のタイミングだとちょっと微妙かなーっていうところもね、まあ、あるのはあるので、まあ、今はちょっとやめておいてます。はい、続きまして3つ目ですね。高校生が AJ1 履くのはまだ早いですか？これ全くもって僕早いとは思わないです。でも僕は履いてたかな？まあなんかニットのモデル履いてたかなーっていう、なんかうっすらと記憶はありますし、僕の周りでも履いてる子はいっぱいいました。なんかその高校生だからとか中学生だからとか、大学生だからとか、そういったものは僕全くないかなって思っているので、いいなと思ったモデルがあればどんどん履いていきましょう。ということで、今回も質問3つ答えさせていただきました。この間ですね、インスタのストーリーズの方で質問を募集させていただきましたので、また今度ですね、まとまった質問回答動画っていうのをやろうかなと思っています。多分この動画の翌日になるか翌々日になるかはちょっとわからないですが、また YouTube の方でもですね質問動画あればぜひぜひコメント欄にお願いします。ということでこちらが ZOZO で買ったスニーカー ZOZO タウンということで、中の箱はいつものナイキの赤箱で、今回買ったのがですね僕にしては珍しいレトロランニングの一足なんですが、もうカラーがですねもう僕の好みすぎて、ナイキエアテールウィンドウ79でございます。僕にしてはですねめちゃめちゃ珍しいんじゃないかなと思うんですが、レトロランニングの一足です。もうなんせカラーがですねめちゃくちゃ好みすぎて、 ZOZO タウンのセール動画を撮ろうと思って開いたらですねもう一番最初にこれが出てきたもんで、ということでまずはですねこのモデルの簡単な説明なんですが、こちらはですね1978年のハワイのホノルルマラソンで試験的に開発されまして、その翌年の1979年にグローバルローンチされたナイキエアが初めて搭載されたモデルとなります。まあ、かなりナイキの歴史上重要なポジションの一足ではあるんですが、まあ、そういったことを踏まえて僕が買ったわけではなくてですね、シンプルにこのレトロランニングっていうのを履いてみたいなっていうのと、まあ、なんせカラーがねもうドンピシャすぎて、で当時のモデルには多いんですが、こんな感じでですねシュータンが切りっぱなしになっております。まあ、人気モデルで言えばですねこのオフホワイトコラボのベイパーマックスのシュータンみたいな、こんな感じになっております。でタグの部分はオレンジタグで、アートソールはですねこんな感じになっておりまして、こうワッフルを焼き上げる鉄板から着想を得たワッフルソールが採用されております。でこのヒールのロゴなんですが、本来であればですね縦長の文字だけのナイキロゴなんですけど、今回のモデルではですね数種と筆記体のナイキロゴでして、シューターのタグと同じロゴが採用されております。まあ、こんな感じですかね。ということで履いてみます。マジでこういうレトロランニング系のモデルって履いたことないんですよね。似合うのかどうかもちょっと分かんない。うん、どうかな。にしてもやっぱりランニングのモデルになるので結構軽いな。やっぱりもうカラーリングはですねもうネイビーイエローじゃないですか。でもうミシガンカラーということで、僕はもうドンピシャのカラーリングでして、今までですねちょっと系統的に僕じゃないかなっていう気がしてたんですよ。ただ実際履いてみると短パンとの相性はやっぱりいいな。やっぱ履いててめちゃくちゃ楽っすね、これは。まあ、ここ最近いろんなそのレトロランニング系のモデルが出てるじゃないですか。まあ、このテールウィンドウ79っていうところもそうだし、あとチャレンジャーであったりとか、もういろんなコラボとかもあったりするんですけど、今まで手出してなかったのはなんでだ？まあ、やっぱりこうシルエット的にですね、こうダボっとしたパンツっていうところも、まあ全くハマらない
ないっていうわけではないと思うんですけど、まあ、こういう短パンであったりとか、まあ細身のタイプのパンツ、まあ、スキニーであったりとか、まあ、そういった細身のスタイルの方が多分ハマるし、まあ、ダボっとするならばこういうね太めの短パン、こういった方がハマるのかなっていう気がしました。でもサイズか、まあ、横幅であったりとかはですね、エアマックシリーズと大して変わりはないかなっていう気はするんですけど、でアッパーはですね、メッシュが多く使われていてめちゃくちゃ柔らかいんですよ。なのでまあ普通のエアマックシリーズとかに比べるとアッパーが柔らかく感じるので、僕いつもそのサイズがちっちゃいサイズ、大きめを履くんですが、まあそうじゃないとですね、小指の付け根の部分が当たって痛いんですけど、まあそういったのも感じないかなと。まあ、いつものですね、ボリューム感のあるスニーカーだと僕27でちょっとゆとりを持たせて履いてるんですけど、今回ハーフサイズ下げて 26.5 を買ったんですよ。まあ、それでちょうど良かったかなっていう気がしてます。なんかまあ普段ぴったりめで履いてる方はですね、同じサイズでもいいだろうし、まあ、普段デカめに履いてる方は、まあ、ハーフサイズぐらい下げてもいいのかなっていう、気が僕はしています。ただまあ、これサイズ感はですね、本当にみんなバラバラになるので、まあ、参考程度にぐらいに、していただければなと。で、今回ですね、こちら ZOZO タウンで7920円で買ったんですが、まあ、買った後にですね、ナイキのオンラインとか見ていると、まあ、これがですね、6999円になってました。で、もう、うわ、やってもうたなって思ったんですけど、まあまあ、しゃあないかと思ってですね、まあ、その後もいろいろ見てたんですが、今度はですね、コーナーズの方で5980円で出てきたんですよ。ほぼね、僕が買った値段よりも2000円ぐらい安くて、しっかりチェックしておけばよかったなって思いました。もう完全なね、固定概念ではあるんですが、 ZOZO タウンが一番安いんだろうなっていう風に勝手に思い込んでたんですよ。思い込みはダメですね。しっかり確認すべきです。一応ですね、そのナイキであったりとかコーナーズの商品ページのリンクを概要欄の方に貼っておきますので、まあ、ぜひこの動画を見て気になった方はですね、チェックしてみていただければなと思います。はい、ということで本日はニューケックスナイキエアテールウィンドウ79でした。本日の動画が良ければぜひ高評価ボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですねチャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram、 そして有料コミュニティサイトのファニコンなどもやっておりますので、ぜひこちらの方もチェックよろしくお願いいたします。で、まあ、この動画のですね、ちょっと前にはなるんですが、まあ、同じレトロランニング系でですね、チャレンジャーの UMC カラーのモデルがリリースされたかなと思うんですよ。で、あれをですね、まあ、ちょっと買おうかなと、試してみようかなと思ってですね、まあ、オンライン見てたら、買えなかったです。ちょっと甘く見すぎてました。まあ、今回ね、これを買ってみて思ったんですが、レトロランニング系ね、いいなと思い出してるんですよ。なので、またなんかこう気になるようなモデルがあればですね、買って紹介したいなと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。See you later! バイバイ!